オープニングトークもねえやつ。さあやってきました。市街の森じゃねえ、どこだ、タラオ処刑場昼タラちゃんのタラちゃんの動画出す順番を盛大に履き違えてるんだよな。で今の感じはどんな感じ？カメラにウキウキだけど、もう全然あ、やっぱし夜と違うんだね、ここ。あのね、もう夜とね、もう全然違います。そうなの、全然違います。すがすがしい、すがすがしいあ、もう全然違うわ。もう前回はこの時点で赤い羊羹取れて、あなたがね、そうそうそう、撤退したいみたいな気持ちだったけど、そう、今度はね、今日はね、スマホで撮ってみてみます。デジタルカメラの方が良かったのかな。あ、写真撮ってるの、それは映像じゃなくて。映像じゃない、映像欲しい。いや別にどちらでも。いや写真も欲しいなと思って。ウグイスがとても綺麗です。めっちゃあちこちで鳴いてるんだよな。うん、あ、そういうことか。だからそういうことかで納得せずさ、違うじゃねえんだよ。違う、長押しすると動画になるんだ。これ無理だな。ん？無理だな。写真は撮れそうにない、さすがに。デジタル化しといて。消しちゃった。もう今回はね、本当にすごい。でもね、ひしひしとね、伝わるんですよ、やっぱり。やばいのはいい。やばいのは、やばいな。よし、あ、広い。どんな子やったっけ。ああ、違いますね。違いますか。うん、違いますね、やっぱし。あ、空気がさらにひんやりする感じ。風のガサガサですげえビビった俺ら今。あ、こっち吹いてないのにね。さあ、ますます空気が変わり始めますね。そっちに大体いるんです。こちらは右側だね。歓迎はされてない。歓迎されてないね。ああ、前来たあのいっぱいずっと同じついてたオーブ、はい、が今来始めたね。バレた。もう二度と来ません、言うたのにな。誰が。あなただよ。わかりました。来ません。嘘だろ。やばい。まあ、やっぱりもうここからもうダメですね。この道幅が若干狭くなりつつあるところぐらいか。うわー、やっぱすげえな、ここ。悲鳴ってか、そんな声聞こえる？そうか。後ろを通る車の音しかしねえ。そう。いやあ、本当だ。あ、見やす。寒いなあ。さあ、まずは下行くんですの。なんで？ん？下行くの。うわあ、空気が違いますね。やっぱさすがだわ、ここ。今
うめき声がすごいんですよ。すげえ、なんか霊感ある人来ちゃダメだな、ここ。うわ、もう大変だぞ、これ。まあ、それは。やっぱしここに。ああ、そこの、なんていうんだ、この。わかんないけど。休憩所？来ちゃダメってやつか。いや、通らさせていただきます、失礼します。来ちゃダメって言われてるのに。もうね、すごい。あの、具体的に説明してもらっていいのよ、したくないだろうけど。すごい気持ち悪いって感じ。語彙力よ。うん、頭痛がひどい。いや、ここはね、ほんとすごいとこだわ。一応言うけど、俺頭痛の頭の字もないよ。ちょっす、失礼します。こちらのお墓にお礼をしといた方がいいのですか。失礼します。どうもすみません、お邪魔しました。おっと。不気味だな、行きたい、もう帰りたい。ここは、ここすごいです、もうとにかく。何がやばいんです、その霊感ある人からしたら。声、声と姿ですね、完全なる。どんな格好？どんな格好？一つはグレーの着物っていうか浴衣みたいな薄っぺらい。ほう。もう一つは花柄の、花柄の人だね、女の人だね。この間のあれ？そう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 。あれ花柄なんや。立ち去れ、立ち去れしか言わない。やべえ、ポケモンだ。ポケモンだ。立ち去れっていう声がね、ずっと頭聞こえるんだよね。なんだろう、この独特の空気を。シャッターすらなかなか切れんのに。あれ ?3 人って言ってなかったっけ、もう一人は。いない。おや、すごいな、やっぱここすごいわ。まあ、問答無用で人がバシバシな殺されてる場所だからな。合法的に殺されてる場所ってのがまずいわ。処刑場のあれがあって。さて、ウェルートです。大丈夫、ここならコロナも感染しない、多分。そうやろか。コロナよりやばいもんもらってきそうなんだよ。すげえな、ここ。上もやばい感じなんですの？ん？この今のウェルートもやばい感じ？なんだろう、違う雰囲気を今すごいもらったんだけどさ、映すなって、映すなって言ってんだよね。あれ？俺が一番先に乗られるパターンじゃね、それ。ちょっとこれ、どうやら、溶けてるだけ。溶けましょうか。あ、いいよ。映すなっていう声が聞こえてるので、今俺、カメラへっこめたぞ。ビビっとるやないか、起きるの時点で。違う違う、スマホが壊れるの嫌だなと思っただけ。ああ。
じゃあデジカメいいのかってやつやけどさ修理に1万円ぐらいかかるねんで、それ。あ、前ぶち壊した時1万円ぐらい修理費取られた。嘘。こっちの方はなんかやばいもん見えてたりするんですの、うん、声が映すな、映すな。まあ映すもんじゃねえな、確かに当時の光景があるとしたら、うん、映すことによってたくさんの人が来るのを拒んどるみたい。来ねえって、どの道こんなとこ来るのは変人鬼人だよ。あそこって埋められてないんだ。ああ、処刑だけされて捨てられてるんだあ、死体を運んだじゃなくてここにそのままポイってこと。処刑場の跡地なのここ、うん、葬られてねえんだ。まあ葬るにしては墓地も近くにないし、死体なんていうの、山積みっていうスタイルでしょうな。山積みなのかなこれ。いや、穴掘ってそのままなんていうの、そこにポイかもしらんけど。どうやろうか、うん、でも人によっては本当に遺族が埋葬したいって言わない限りはそのままどっかにポイな可能性もありますぞ。いや、そこにポイブケそんなもん見えるのか。これ以上言っても無駄だな。薄くなってる、なんか、うん、もうこっから全然関係なくなってる。あら、まあ、そこだけか気になってる。映すなな、この間を映すなって。だからで、下を見るとよ、いっぱい捨てたるんだよな、そういうの。よ、歩けるね、そんなもの見えてるの。メイ君も分かるはずなんだけどな、これ。一緒に歩くと分かるから。花粉すげえな。これ、うん、行くぞ、うん。一緒に歩くと多分。自分で変だなと思った時聞いてても、行ってみる。変だな、うん、でかい虫が飛んでる、うんうん、やっぱりこれだ、ここだぞ、うん、ちょうどあの処刑場を一個超えたあたりですな。ポイポイ捨てられてんだな。ろくでもねえな、この谷底っていうか、そんなに、うん、外取れてないカメラの前に撮りたくない。撮ったるからもう大丈夫ですね。撮らないっすよ後ろに撮っとるやつバリバリおるけど撮らないですよっつって撮りたいのが俺の趣味なんやっけ。だ今こっちにおるんやって、ここに撮れんな。なんでこれ一回姿を撮らせてくれたらもうこうへんぞお前ら。ある意味一回姿撮らせたけどね、がっつり警告という形で。この間の夜に気にしないやつと人間を嫌ってるやつもおるんだって言うんだって。ああ、うん、それはまあここでなんていうの、無条件に殺された方々の中にはね、人間不信に陥る方いるわな。人間不信どころで済まないやなすげえなここ、うん、やっぱしポイポイだな、ポイポイだな。処刑場の、あの、見えるかな、処刑場のこれ、これのこっち側だから、うん、ちょうど死体をポイするにはちょうどいいスペースだ。まあそうだわな、例えば10人殺したらもうその10人山積みにして焚き火だわな、処分するにしても。何人殺したのか知らんけど、取るなだって取れません、もうやんだ。ここまで拒否られるのもなかなかねえな。は、拒否られとるのが嫌だな。そうだよ、
もう皆さん本当にね、いつものようなギャグは言えませんぐらいここはねすごい神秘、うん、だけどここは本当に皆さん本当にね遊び半分では来ない方がいいです。本当にそうね、うん、12時超えは特にやめた方がいいんじゃないかな。深夜超えは、深夜超えってあれ何時からが範囲なんですよ。夜10時超えたくらいから、12時超えた時点でもうここはやめた方がいい。全然今日本当昼間と夜の空気っていうのが違いますね。うん、うん、むしろ昼間は本当ウェルカムな感じ帰る言われてるけどあ、僕はね、ああ本当に普通にただ見に来たっていう人たちにはウェルカムな感じですよ。1体2体3体よければただそれが怒りに伏せ触れなければね、激おこやないかって。今度は来るときは花の一輪でも持ってこんと。もうね、本当に今ね頭痛がひどいんですよ本当にもう早く立ち去りたいもん。逃げる、ね、逃げるって二日酔いのような頭の痛さが私には無縁だもう今日はね本当取るの取るなの一点張り、うん、すごい気持ち悪い。取らないでじゃない、取るうわーすげえな。でも昼間でもこれなんだな。殺されたその要はなんていうの、死体山積みになってるのは普通に山積みってほどで山積みじゃなくポンポンって感じ。ああ、うん、それは1、2、3方位っていう。よし男も女も子供もいたりするんですね。子供はいない、子供はいないな。あかといって年寄りもいない。痛い、あでも本当になんか本当に悪いことした人とかそういうあれか。なんだ入ってきた、なんだカメラ止めるっていうか向き変えるけどどうしたのテンパス大丈夫ですの。カメラを止めろいいよ、最悪画像かなんかでごまかすから、ここ映さないから。え、音声だけにするから。いて今ね、バレ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 って何やったやろ。虫が入ってきたような、そんな感じ。今ね、なんかが登ってきたような感じやっぱし早く帰るから早く帰るじゃない。いてお昼とはいえつつきすぎたんじゃない。なんか触るとクチュクチュクチュってなんか虫かなと思ったけど虫じゃねえもん。ズボンの中見ても虫いねえもん。いてぇ撤退じゃ、撤退じゃ、撤退じゃ、たたりが起きたやいたいなんかね、今もなんかがこういうものが入ったのかなと思ってさ。ああ、その、こんなのが。は？こういう木の枝っぽいよ、それが。こういうのが入ったチクチクかなと思ったけど、何もねえんやて。ああ、びっくりした。痛かった。前代未聞だよ。心霊スポットでズボン抜くって。違う違う。なんか、ムカデかなと思ったもん、一瞬。そう、俺もちょっと警戒した。え、大丈夫かみたいな、そういうなんか、刺されたらやばい系かなっていうのを。だって動くんだもん、こうやってガリ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 って見てパンツ取ったお前今日大丈夫、多分画角には映ってないと思う。画角には映ってないと思うし、映ってたらその画像を載せる。ぼかししといてよ今かっちゃんパンツ丸出しして。いや今やばかった、気をつけろ入るわちゃんと。もう撮るなんて言って撮り続けたでかさ。これ多分夜だったのになんか映ったんかな。撮ればよかった写真。それやばいじゃないですか。それよりもカサカサ上がってくる痛さの方が先やったもんです。だって極端なそういうムカデでも入ってこられたらさ、そんな写真撮ってる場合じゃないってなるもの。ムカデじゃないもんな。本屋で携帯まで落としたよ俺。カメラ割れてない大丈夫。カメラはなんか強化ガラス。カメラっていうか画面か、割れてない大丈夫。傷もない。焦った今、急に痛くなったからさ登ってくるんだぞ。最初ここら辺やったよな、うん、これなんか気になるなってやってたらスク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 上上がってくるまでいや絶対虫やムカデやと思ったもん。この膝裏より上ぐらいのところまで
最初ここら辺になんか痛いなって感じたんで、うん、そしたらここら辺に上がってきたで、ふくらはぎの下から上の方に、そうそう、ほんでもう脱いで見るしかねえと思ってだってすげえ痛かったもん、怖っ、怖っ何ここ、懐かしい、俺人がここで通ってパンツ脱いのだったら変態男じゃん、カメラ持ってやだ恥ずかしい今の、いや本当痛かった、落ちはすごいの取れたの、悲しいわいやこんな俺心霊スポットでこんな恥ずかしいパンツになるなんて思って大丈夫なパンツやったやろな、ここ怖いな、こっからも全然違うんだよね匂いが、そうね、このやっぱりその、うん、なんかあの暗くなってるって言ったら分かるかな、その影になってるね、そのエリアあたりからやっぱり全然違うな、見てるのピースって虫一匹じゃ足りんようだな。ただ俺、疲れたくねえしもう。やば。やばいな、ここ。最後にありがとう。最後にありがとうございますと言ってた方がいい。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。また会う日まで。虫飛ばされるから。